で、ネットワーク応用通信研究所ですけれども、略称を NACL といいまして、松江に本社があるんですけれども、東京の方にも支社があります。で主な内容業務内容は受託開発してまして、まあ、言語は Ruby 使うことが多いんですけれども、まあ、時々 C だとか C++ だとか、まあ、他の言語も使ったりしてます。であとは松本幸宏さんがフェローとして在籍してまして、今松本さん非常に肩書き多いので、松本さんが在籍していますって言ってもあまりインパクトがないかもしれないんですけれども、1997年から松本さんがずっと、勤めておられる会社で、まあ、僕がそのちょっと後に入社したっていう形です。で、Ruby との関わりなんですけれども、まあ、私とか松本さんも、現役で、まあ、現役って言っていいか微妙なコミット数ではあるんですけれども、まあ、年に数回ぐらいコミットしたりしなかったりっていう感じですね。で、卒業生ということで、もう一人東京支社の取締役の後藤というものも、コミッターだったんですけれども、最近はちょっとコミットがなくて、現在はコミッターの資格がエクスパイアされてしまったんですけれども、あともう一人高尾というものもそういった感じですね。であと、原くんが いるんですけれども、原くんはよくコミッターと間違えられるんですけど、実はコミッターじゃないという、そんな感じです。で、協賛については Ruby アソシエーションですとか、このカンファレンスですとか、Ruby 会議ですとか、あと三鷹の方で中高生向けの、プログラミングコンテンツされていて、そういったイベントの協賛等をさせていただいています。ただ、まあ、企画の原案作成とかを昔したこともありまして、Ruby が ISO とか実施の企画になっているんですけれども、まあ、そういった企画の原案を弊社で委託を受けて作成したりといったことも、過去をしていました。で、まあ、本日のテーマなんですけれども、まあ、ショートプレゼンテーションの準備どうしようかなと思ってたら、柴田さんがテキストエディターの話をしましょうとおっしゃったので、まあ、ちょっと仕方ないのでテキストエディターの話をさせていただきたいと思います。多分柴田さんがこの会場にいなくて美味しいものを食べに行っておられると思うんですけれども、で、まあ、NSA のメンバーの使っているテキストエディターのアンケートがたまたま先日あってですね、これを見ると VI 系を使っている人が 25% で、EMAX 系を使っている人が 17.9% で、VS コードが 25% という形で、まあ、割と VI 系と EMAX 系と ID 使っている人が拮抗している感じなんですけれども、まあ、秀丸等を使っている人もいたりして、まあ、皆さんいろいろなテキストエディターを使われています。で、まあ、EMAX 系といっても GNU EMAX をはじめとしていろいろEMAX 系のエディターがあると思うんですけれども、まあ、EMAX とは何かっていうと、まあ、もともと EMAX の名前はエディターマクロスの略称でして、まあ、なんかそのエディター単体というよりも、そのエディターをマクロっていうのはエディターを拡張する、まあ、専用の言語みたいなものですけれども、まあ、そういったまあ、最近だとプラグインみたいな言い方されることもあるんですけれども、まあ、エディター自体を拡張できるっていうところには一番の特徴があるんじゃないかなと思ってます。でただまあ、GNU EMAX 非常に素晴らしいテキストエディターなんですけれども、一つ問題があってですね、拡張言語が EMAX LISP っていうリスプを書かないといけなくて、拡張言語、まあ、Ruby で拡張できないという欠点があります。で、まあ、僕が作っているテキストエディターがテキストウィンガーというものがあるんですけれども、これは僕が一人で作って一人で使っている、テキストエディターなんですけれども、まあ、Ruby で書かれた EMAX みたいなもので、Ruby で拡張できるようになっています。で今日の松本さんの基調講演でも静的片付き言語のお話があったりしたと思うんですけれども、まあ、Ruby みたいな動的な言語の醍醐味って、まあ、ウェブアプリケーション開発とかだとあんまり思うことないかもしれないですけれども、生きてるオブジェクトの振る舞いを変えられるっていうのがすごい重要な動的言語の特徴で、今日はちょっとそれを、簡単にデモンストレーションさせてもらいたいと思ってます。
でこれ思いついたのがたまたまこの間テキストブリーンガーのバグを見つけてですね、で僕が使わないような機能なのでちょっと直すのがめんどくさいなと思ってたんですけれども、まあ、ちょっと今回ちょうど登壇の機会があったのでついでに直してしまおうという感じですね。で、Ruby じゃなくてちょっと C 言語の話になっちゃうんですけれども、C 言語でダイグラフっていう機能があって、環境によってその存在しない文字の代わりの文字を使うことができるんですけれども、まあ、例としてはこの、小なり、パーセントみたいな記号を使うと、まあ、C 言語 の、 その、文法解析においては中括弧 の、 として扱われるというような機能があります。で一応テキストブリンガーも C の、ソースコードのインデントの機能とかがあるんですけれども、まあ、こんな感じで、なんかファイル編集するときに適当にインデントしてくれるんですけれども、で、まあ、これ中括弧とか使ってれば普通に動くんですけど、このさっきのダイグラフっていうやつを使うとですね、中括弧よりインデントが深くなっちゃうっていう微妙なバグをこの間見つけまして、でちょっとこれを直したいと思います。で、まあ、ちょっとこのソースコードを見つけたいと思うんですけれども、まあ、このちょっと一番下の行で見にくいかもしれないですけども、一番下に1行ミニバッファーって呼ばれる領域があって、まあ、そこで Ruby のプログラム書いたり他のコマンド打ったりできるんですけれども、このバッファードットカレントっていうのが今編集中のバッファーですね。でこれのモードっていうメソッドを呼ぶと今現在のバッファーの、モードが取れるんですけれども、まずこのソースコードを見つけて開きます。で実はダイグラフの実装って僕前やったつもりだったので動いてると思ってたんですけど、この辺かな。一応こんな感じで、テーブル用意してて、まあ、記号を正規化するようにしてるんですけれども、まあ、なんでこのハッシュテーブルに書いてある記号はこの代入されたトークンで置き換えられて、ハッシュのブロックでデフォルト値指定しているので、まあ、該当しない場合はその文字そのものが変えるって感じですね。でこれをどこで使ってるかっていう と、このメソッドが、まあ、括弧の対応を見るような、メソッドになってまして、ここで、まあ、これを使ってるんですけれども、なので括弧の対応とかはまあ、ブレースの代わりにダイグラフ使っても同じようにできるようにしてるんですけど、ちょっと他のところでその記号の置き換えしてないところがあるようなので、それでインデントが深くなってしまってるみたいですね。でなのでまあこの C モードの中で C 言語のソースコードの軸解析してるところがあるんですけれども、この辺かな、このトークンズ.push っていうところで、まあ、そのトークンの名前だとかトークンの値入れてるんですけれども、まあ、このテキストっていうところがトークンなんで、あれ、ちょっとキーボードがいつもと違うので苦戦してますけど、これで合ってるかな、いや括弧が1個足りないですね。で、まあ、こう書き換えて eval buffer ってやると、まあ、これでトークン切り出す時点でさっきのダイグラフっていうのを置き換えるので、こんな感じでちゃんと、インデントできるようになりましたっていう、若干分かりにくいけど、まあ、ちょっとこの例だとあんまり、なんでしょうね、派手な
感じじゃないのであれですけど、あの静的片付き言語だと、まあ、こういうのやろうと思ったらいちいちコンパイルして、あの型も合ってないと動かせないんですけれども、まあ、あのこういう動的言語だと、あの、まあ、即座に同じメモリ上 の、 あの、まあ、オブジェクトの挙動を変えて、あの型とか間違っても、まあ、とりあえずあの自分が確認したいところまで簡単にあの動かせるので、まあ、非常にあの、まあ、楽しくプログラミングができるんじゃないかなと思っています。というところで、あの、まあ、今日の僕のセッションは以上です。ご清聴ありがとうございました。株式会社ネットワーク応用通信研究所、前田修吾様ありがとうございました。お待たせいたしました。続きまして、株式会社レリック、大場亮様よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。弊社からは、事業競争カンパニーレリックによる、地方進出の取り組みについてというテーマで、発表させていただきます。発表者は私、株式会社レリック CT をしている大場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず株式会社レリック、おそらくあの初めて聞く方が多いんじゃないかなと思っています。まあ、レリックという会社はですね、設立が2015年で、まあ、本社の所在地が、東京都の渋谷区になります。でどんなことをやってるかについてご説明したいんですけども、まずビジョンとしてここに書いてある、一番上に書いてある大使ある挑戦を創造し、日本から世界へ思いを持った挑戦者と共に走り共に作るということを掲げて、事業を行っているような会社です。で一言で言うとですね、事業を作るということ自体を、事業にしているような会社になります。で具体的にどんなことをやっているかについてご説明します。事業を作るということを事業に、事業にするために、まあ、この3つの柱で事業展開をしています。一つ目が一番上にあるインキュベーションテック、二つ目が事業プロデュースで、三つ目が奥のオープンイノベーションになります。このインキュベーションテックはですね、新規事業が、まあ、生まれる仕組みとか技術を提供してあげて、まあ、よりこう事業が効率的に、より角度が高く、事業、あの新規事業を作れるような仕組みを作る、まあ、SaaS のプラットフォームになってます。で2つ目の事業プロデュースが、新規事業を、まあ、一気通貫で支援してコンサルティングとか営業とか、もちろんプロダクト開発とかも含めて、一気通貫で、事業、新規事業の立ち上げを支援するような取り組みになります。で3つ目がオープンイノベーションで、これはレリックが、まあ、投資とか、協業とか、他社さんと組むことで、事業を一緒に作って競争していくというようなあの取り組みになります。でまずこのインキュベーションテックについて、もう少し詳細をお伝えしたいなと思います。こちらが、インキュベーションテックの全体像で、この 1,2,3 という、まあ、事業のステップが、あるときに、まあ、その事業のステップに対して、まあ、一気通貫で、支援できるようなプロダクト、 SaaS のプロダクト群があります。一番、こちら左側に、あるのがですね、まあ、スロットルというプロダクトになります。これはですね、まあ、アイディアを着想したりとか、
まあ、そのアイデアを具体化したりとかブラッシュアップしたりとか、まあ、そういった取り組みが新規事業の最初の本当にゼロのゼロの方に 0.0 の方にあると思うんですけども、それをまあアシストするような SaaS のプロダクトになっています。もちろ ん, なんかそういうアイデアを考えるだけじゃなくて、いろんな人とコラボレーションしたりとか、ひょっとしたら、まあ、外部の方から評価を受けたりとか、まあ、そういったことも、実現できるようなプロダクトになっています。で2つ目が、エンジンというプロダクトを提供しています。これは、考えた事業が、まあ、本当に、価値があるんだろうかとか、本当に事業性があるんだろうかっていうのを、まあ、検証できるような、プラットフォームになってまして、具体的にはクラウドファンディングとか、e コマースの、機能を、具備しているものになります。で3つ目が、初期顧客の定着ですとか、まあ、考え出した事業がしっかり、成長する、グロースしていくというのを、支援していくようなプロダクトで、まあ、バッテリーブースターというようなプロダクトを提供しています。まあ、こういったプラットフォーム群を通してプロダクト群を通して、0から1、1から10というような、事業を、まあ、この SaaS のプロダクトの上で、支援していくということをしています。このちなみにこのスロットルとかエンジンとか、ブースターに関しては全て、Ruby というか、まあ、Rails で作っているプロダクトになります。で 2つ目の、柱の事業プロデュースについてご紹介します。事業プロデュースは、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、コンサルティングとか営業とかマーケティングの支援もあるんですけども、もちろんプロダクト開発の支援もしています。でどのような支援をしているかについてなんですけども、新規事業に、特化したプロダクト開発をしています。まあ、特化したっていうのはどういうことかというと、まあ、形というかものを作ってそこで終わりじゃなくて、しっかりそういう形作ったものが、事業として成立するように、していこうというところもエンジニアとかデザイナーがコミットしてやっていくというようなプロダクト開発になります。こちらの図ですね。でデザインから実装まで一気通貫というふうに書いてあるんですけども、なかなかこう新規事業におけるプロダクト開発はかなりこう機動性が求められるので、事業家から見て、まあ、デザイン会社にお願いしたりとか、あるところはシステム会社にお願いしたりとかってやってるとなかなかこう機動的な事業展開とか柔軟な動きができなかったりするので、レリックにおいてはもうデザインも開発も、もちろんそのシステム上の、まあ、企画とか PM とかも全部、一気通貫でやれるような体制を、作ってます。なので、社内にまあエンジニアが今、50名近くいますし、エンジニアデザイナーも数多く、所属しているというようなあの体制チーム体制をとっています。でこちらの奥の図で、示しているように、もちろんその1から5っていうような事業のフェーズがあるときに、まあ、後半 の, そのスクラム開発とかプロダクト開発はもちろんやってるんですけども、まあ、その前半となる、プロトタイピングとかペルソナ設計とか、まあ、そういった部分もエンジニアとかデザイナーが染み出して、事業作りに貢献しています。特にですね、まあ、このプロトタイピングというのは非常に最近力を入れてまして、まあ、なんで力を入れるようになったかというと、やっぱり後半で、こうものをこう何ですかね、作っていくわけなんですけども、なかなかこう作りながら、まあ、この機能って本当に使われるのかなとか、このなんだろうなプロダクトって本当にお客さんの課題を解決できるのかなって、ちょっとこうモヤモヤした状態で作るのってあんまりやっぱり良くないと思うんですね。なんで、そうならないようにもっとエンジニアとかデザイナーがこの前半の方に染み出していって、早めにものを作って、まあ、早めにもっとお客さんの解像度とか課題の解像度とかを上げていこうということを、やっていこうということで、プロトタイピングを非常に重視しています。まあ、具体的にはこう仮説を、立案してそれを検証できるようなプロトタイピングを実際作って、お客さんに使ってもらって、で、まあ、評価を得て、でまた新たな仮説がどうしても出てくるので、まあ、それをさらにプロトタイピングしていくと、そういうような、サイクルを通してより、新規事業の成功角度を上げていくというような、取り組みを行っています。まあ、具体的にはこういうようなプロトタイピングのメニューがあって、まあ、その検証したい仮説に対して最適なものを、プロトタイピングしていくというようなことをしています。
で、ここまでで分かるように、伝わったかなと思うんですけども、なかなかさまざまな本当にプロタイピングとかプロダクト開発とかデザインとか本当にさまざまなことをやっている会社なので、全然こう人が足りていないというような、まず背景があります。まあ、それに加えて、まあ、ここに書いてあるようにやっぱり都市圏で、加熱するエンジニア採用というような、状態があったりとか、一方で地方においても優秀なエンジニアの方、現役エンジニアの方とか、地方の大学出て IT 系の勉強したけど、なかなかその地元ではIT 系の仕事がないよっていうような学生さんとかがいるっていう状態を踏まえて、レリックでは、地方における開発拠点の開設をかなり積極的に去年から行っています。現状7つの拠点があって、福岡、松江、和歌山、白浜、大阪、富山、東京というような、拠点を開設していて、それぞれ、まあ、開発したりとか、まあ、拠点によっては営業メンバーも所属して、まあ、さまざまな、新規事業の取り組みを行っています。はい。で、今年の9月にですね、ここ松江に、松江イノベーションスクエアという、拠点を開設させていただきました。でなぜ松江市だったのかについてですが、まあ、3つポイントがあって、まあ、この会もそうなんですけども、Ruby を中心としたテックコミュニティのこう厚さ、分厚さというのがまず魅力として、ありました。で2つ目が、まあ、例えば中学校からも Ruby の授業がありますとか、まあ、島根大学さんとか松江高専さんもそうですけど、まあ、IT 人材への積極的な投資とか、こういったまあ教育機関の豊富さとか、まあ、そういったところも非常に魅力のポイントとして、あったというふうに考えています。であとは産学官 の密な連携ということで、非常にいろんな取り組みが、産学官で行われているというところも非常に、ポイントとしてあったのかなと思っています。はい。でこちらが、松江オフィスの様子になります。まあ、この、一番上がですね、まあオフィスの外観だとかエントランスと、で、まあ、会議室とかも当然ありますと。で広々としたオフィスっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、かなり、今かなり広いオフィスに、まあ、奥の方とかもう体育館みたいな感じなんですけど、まあ、今 4,5 人いるという状態なので、まあ、全然こう、箱に対して人が追いついてないというような状態なので、まあ、非常に強く積極的に、採用活動を行っているというところです。まあ、松江限らず全国各地でエンジニアデザイナーを積極採用中ですので、もしご興味ある方は、こちらの URL だとかあちらのブースで、お気軽にお声掛けいただけると、ありがたいなと思っています。今日なかなか、細かい詳細な話はできなかったんですけども、あちらのブースで、弊社代表が出した本を書籍も、配っているので、この新規事業開発マネジメントっていうんですけども、それも無償で配布してますので、もしご興味ある方は手に取っていただけるとありがたいなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。株式会社レリック、大場亮様ありがとうございました。お待たせいたしました。続きまして GMO ペパボ株式会社小林千恵様、よろしくお願いします。はい、こんにちはGMO ペパボの小林千恵です。私なんですけれども、ペパボのすずりというサービスのエンジニアをしております。で普段は Ruby 会議とか会議オンレールズ、あとレールズガールズジャパンの運営とかをやってます。まず GMO ペパボについて紹介させてください。もっと面白くできるを企業理念に、インターネットで可能性をつなげる広げるというミッションで私たちは活動しています。
2003年の創業以来、ホスティング、EC 支援、ハンドメイドなど個人向けのインターネットサービスを多数展開しております。でホスティングだと、ロリポップですとかムームドメイン、EC 支援だとカラーミー、スズリ、ハンドメイドだとミンネなどのサービスがございます。もし知ってくださっている方がいれば嬉しいです。で私たちなんですけれども、オフィスを東京、福岡、鹿児島の3拠点に構えております。で最近ですと特に鹿児島での活動を活発に行っておりまして、鹿児島県の鹿児島市様ですとか、あと鹿児島の奄美市様と、連携協定を結ばせていただいて、地域の活性化にも、ご協力をさせていただいております。で鹿児島オフィスの方は今絶賛採用強化中でございます。各種職種にて、採用しておりますので、鹿児島に移住されたいとか鹿児島に今お住まいの方、ぜひ応募いただければと思いますので、こちらのサイトですとか、あとブースございますので、そちらの方のメンバーにお声掛けいただけると思います。で私たちのエンジニア組織なんですけれども、今事業部制を基本にして横断的な、基盤チーム、セキュリティ対策室とかで、構成されております。でそのトップが、CTO のアンチポさん、まあ、この上にいる人ですね。であと先日、技術責任者に就任いたしましたケンちゃんくんさんでやっております。ちょっと 先月くらいに体制が変わったんですけれども、新しい組織体制でやっておりますので、これからもペポをよろしくお願いします。はい、ではではすずりの API の紹介をいきなりですがします。すずりのエンジニアなんで、すずりの紹介をします。すずりっていうサービスをまず紹介させてください。自分の撮った写真ですとか自分の描いたイラストっていうのをアップロードするだけで、オリジナルのアイテムを在庫なしで1個から作れるサービスです。で作れるアイテムは今なんと50種類以上もあります。で実はすずりには API があるんですね。ご存じない方もたくさんいるかと思うんですが、 API があります。で新しい商品を作ったりですとか、あと商品データを読み込んだりとかっていうことが基本的な操作ができます。で実はこの API を使ってうちの子メーカーさんっていうサービスが、サービスを展開してくれています。でこれがいろんな猫のいろんなパターンの猫のイラストを作れて、自分の作ったイラストでスズリのアイテムが購入できるっていうサービスになってます。これめっちゃ可愛いので、ぜひこちらも使ってみてください。で簡単に作れるので、今 API でアイテムを作るっていうのの紹介をしていきたいと思います。今日は何をするかというと、私のこの愛犬きなこなんですけど、ツイッターで使っているアイコンのアクリルキーホルダーを作りたいと思います。で私はエンジニアなので、画像処理のアプリとかは使わず、コマンドで画像処理をして作っていきます。ですので今回はイメージマジックを使うんで、まずステップ0としてはイメージマジックと、あと、まあ、忘れてはならない Ruby をインストールするところからです。でステップ1、画像を用意するところなんですけど、イメージマジックでそう画像を作るんですが、私のアイコンだと背景があるので、背景からその犬の部分をくり抜きたいんで、まずはマスク画像をこのコマンドで作ります。でマスク画像を作ったら、オリジナル画像と重ねてマスクの部分で被写体を切り抜くっていう操作を2つ目のコマンドで行います。これだけでこの右下のきなこ画像がきれいに切り抜くことができます。でステップ2なんですけど、API のトークンが必要になります。でただトークン取っていただくのすごい簡単で、すずりのアカウント登録をしていただくと、特別な申請とかを得らないでトークンを取得していただくことができます。でこれを取っていただいて、で次が API をポストしてもらってアクリルキーホルダーを作るっていうところです。でマテリアルズっていう
URL があるんですけど、それのポストを使っていただいて、はい、これだけちょっと書くと作れます。これを実行していただくといけます。リクエアとか言わないんですけど、簡単な本当にシンプルなことしかしてなくって、普通にHTTP ネット HTTP でポストしてるだけです。トークンとパラメーターを渡してるだけです。そうすると、はい、画面を何も操作することなく、すずりにアイテムが作れました。で、実際に作ったアクキーを持っているので、ちょっとなんかが写真の写りとか気になるなっていう方は、ぜひブースの方にいらしていただいて見ていただければと思うんですが、このツイッターアイコンをアクキーにしてここに下げているのって、カンファレンスでめっちゃ便利なので、みんな自分のやつ作ってほしいです。はい。で、つづりだけじゃなくって、カラーミーショップの方にも API がございます。この API を使ってこんなことが面白いことができるんじゃないかなとか、すずりじゃないペパボのこんなサービスにすごい興味があるよっていう方、ぜひぜひお話しさせていただきたいので、ブースの方にいらしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい、最後なんですけど、絶賛鹿児島だけでなく新しい仲間も募集しているので、こちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。GMO ペパボ株式会社小林千恵様、ありがとうございました。お待たせいたしました。続きまして、株式会社アンドパッド高田雄大様、よろしくお願いします。はい、それでは、ラブルビーラブルエイズラブアンドパッドという題で発表したいと思います。まずはじめに自己紹介させていただきます。私は、高田雄大と申します。株式会社アンドパッドで今ソフトウェアエンジニアをしています。で、アカウントはこの YDAH という、ものを使っていて、ワイダーと呼んでいただければ嬉しいです。で、今私は Ruby on Rails を使って仕事をしていて、趣味でオープンソースソフトウェアのプログラマーをしています。で、今は、ルボコップと、ルボコップ R スペックによくパッチを送っています。で、大阪生まれ大阪育ちで、今も大阪に住んでいます。で、ビールとコーヒーとヘビーメタルが大好きです。よろしくお願いいたします。で、弊社の、企業概要を簡単にご説明させていただきますが、弊社は、本社を、東京の秋葉原に構えておりまして、大阪と福岡と仙台に支社がございます。設立は2011年の9月です。で、我々はミッションとして、幸せを築く人を幸せにというミッションを掲げております。住まいを作る、ビル、施設、町を作っていく、生活を豊かにする建築建設業は幸せづくりと例えられています。私たちはその幸せづくりをする人たちをテクノロジーの力で後押ししていきたい、心からそう考えています。その手で、幸せを築く全ての人たちを幸せにする、それが私たちアンドパッドのミッションだと考えております。そして事業概要としましては、建築建設業に特化したクラウドサービスアンドパッドを開発運営しております。アンドパッドは、現場の効率化から経営改善まで一元管理できる、シェアナンバーワンのクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。はい、では、ラブルビーラブレールズラブアンドパッドの方のお話に移りたいと思います。
まず私自身、Ruby に見せられたうちの一人です。ただ、ずっと Ruby を使ってきたのかと言われると全然そうではなくてですね、私自身は、大阪の受託開発会社に新卒で入社して、そこでは主に C とか C++ とかを使って、制御系とか組み込み系の領域のソフトウェア開発をしてまいりました。で、Ruby との出会いを思い返してみますと、私は、この関西 Ruby 会議06という大阪でやった、Ruby の大きなイベントで Ruby と出会いました。で、確かこれ2015年ぐらいのイベントだったと思いますが、私が本当に新卒1年目に、大阪で大きなイベントがあるそうだというところで、参加させていただきました。でそこで、実際に、Ruby を作られている方のお話を聞いたりだとか、Ruby に関わっている方々の、お話を聞いていてすごく楽しそうだなと思って使い始めたというところが Ruby との出会いです。で実際に使ってみると本当に楽しくてストレスがなく書けるというところと、本当に、いつかこう Ruby を仕事にできたらいいなと、ぼんやりと考えていました。で、ターニングポイントがその後ありました。どういったものかというと、ウェブアプリケーション開発の案件に、アサイン、特に後半の何数年はアサインされるようになって、その中で今後のキャリアを考えたときに、軸足をウェブアプリケーション開発というところに置きたいなというところから ところとあとやるなら、Ruby と Ruby Rails で仕事がしたいなというところで、考えるようになりました。そして、息子の誕生をきっかけに、転職を決意しました。去年の9月に生まれたんですけれども、本当にもう授かったと分かった時点でもうこれは、転職をして、しようとなんか そこで思ったのですけれども、これはアンドパッドに入社した理由とも重なる部分があるんですけれども、もう本当に長年思いを馳せていた Ruby を仕事にしたいぞというところと、あとこの世代をより良い世界にしていきたいと、そんなプロダクトに関わりたいと思ったからです。でアンドパッドで言うと、衣食住のうちの住ですね、人間の大事な3つの要素のうちの1つ、住まいの環境を、作っていただいている方をがよりこうよりよく、幸せに働いていただくことによって私たちのこの世代の、住環境、住まいの環境というものをよりよくできる一助になるのではないかと思いまして、私は、このアンドパッドという会社に転職いたしました。でアンドパッドに転職したことによって人生がどんどん変わってまいりました。で私は、まさにこのニュートンの言葉のように、巨人の肩に乗ったような感覚になりました。で巨人とは何なのかと考えてみると、まあ、その Ruby とか Rails とか James とか、先人の発明とか発見とかその思考の積み重ねの上で生きているんだなというところとか、あとは一人では得られない経験からの理論とか理解とか、あとはコミュニティですね、我々あなた私みたいなところで、すごくこう遠くまで見渡せるようになったと感じていました。で、視界が開けた先に何を感じたのかというと、今までの自分自身を、思い返してみると、自分の担当プロダクトだけにこうすごく注力していたような気がしていました。でただその担当プロダクトっていうのは全てではなくて、それは本当に氷山の一角に過ぎないんだということに気づきました。で、Ruby とか Rails とか RubyGems とかプロダクトコードとかそこに境界線はなくて、なんかすごく全てが地続きになっているような感覚になりました。そして全てがラブ、愛すべき存在だということに気づきました。で、このタイトルにもあるラブ&パッドという言葉なんですけれども、これは、私たち&パッドの6バリューのうちの一つに挙げられています。で、私たちが大事にしているものとしてラブ&パッド、愛情を持って&パッドを育てよう、ユーザーと顧客に世界観を伝えてステークホルダー全員が伝道師になるということを大事に考えております。で、先ほどの話に戻ると、本当にそこに境界線はないと今考えておりますので、つまりアンドパッドだけがアンドパッドではないということに気づきました。使っている、まあ、オープンソースのソフトウェアも含めて全てプロダクトではないかと考えておりまして、なので全てラブ、なのでラブ Ruby、 ラブ Rails、 ラブ&パッドというこのタイトルにさせていただきました。で、私自身そのオープンソースソフトウェア の趣味で最近はやっているとお伝えしましたが、その
その開発ともすごく無縁だった人生を送ってきていました。でなんかすごく怖い印象があったりとか、あと私のレベルで大丈夫なのだろうかとかいろいろ考えて、なんかこうやりたいと思っていたんですが、なかなか思うだけでやれなかったっていうところがありました。で、これもアンドパッドに入社してすごく変わったマインドが変わったところで、これが人生初めて OSS を送ったパッチなんですけれども、今年の4月ですね、たまたまその使っていたアンドパッドで使っていたロボコップで うまく動かないところがあって、それを直したパッチです。で、実際にこうやってみるとすごく楽しかったっていうところが大きいです。で、そこからさらに変わって、なんかその気がつけば今は継続してパッチを送るようになってきています。で、本当に今ではなんかそのなんですかね、毎日のルーティンのように、料理人が本当に包丁を研ぐように日々、そういった活動をするようになっています。で何よりも、また変わったところというと、自分が書いたコードがそこに動いているということで、より好きになっていきますし、より境界がなくなっていく感覚になりました。ただ、変わってないところとしては、私自身は OSS でパッチを送るようになったとしても、私自身は全然すごいエンジニアではないですし、Ruby も仕事として使って1年未満というところで日々、研鑽を続けていきたいと思っています。ただ、大事にしていることとしては、日々少し試行錯誤をしながら積み重ねていくということを大事にしています。で、やっていきという気持ちを大事にしています。でやるかやらないかというところを、選択肢がもしあるのだとするならば、やる方に必ず選んでそちらを選択してきました。でなんかそう思えるのは なぜなんだろうかとこう思い返してみると、やっぱりその Ruby のコードを書くのはすごく楽しくて、なんか そういった根源的な感情が私にそうさせていそうだなというところで、本当に楽しく毎日、続けられています。で、私の好きな言葉で、本当にそれが楽しかったから、私はこれからも Ruby のコードを書いていきたいと思っておりますし、アンドパッドとしてもそういった活動ができていければいいなと思っております。では本日はお話はこれで以上にしたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。株式会社アンドパッド高田雄大様、ありがとうございました。以上をもちまして、 Ruby ワールドカンファレンス2022Ruby プラチナスポンサーによるショートプレゼンテーションを終了いたします。引き続き Ruby ワールドカンファレンス2022をお楽しみください。